道の旅へ。どうもどうも、ニュース大好きマスクニャンです。みんなは大ヒット中のあの映画見た？今日はアナとエルサもびっくりの魔法の氷のニュース。魚がわずか数秒で急速冷凍です。水槽から取り出した魚がわずか数秒でカチカチに。塩分濃度 23.5% の氷につけた魚は従来のおよそ20倍の速さで凍るため、細胞が傷つかないまま産地から送ることができ、冷蔵で輸送するよりもコストがおよそ半分で済むということです。とても脂が乗って鮮度を感じます。全国の漁港などでは魚をさばく人材が不足していて、この技術が解決策の一つになると期待されています。急速冷凍された魚は未来の駅サービスの実証実験で販売されていて、 JR 東日本ではこの技術を地産品の流通活性化などにつなげたい考えです。にゃんとお魚があっという間にカチカチだったにゃ。実はこれベンチャー企業が開発した世界初の画期的な技術なんだって。水は0度で凍るけど、塩水は0度以下でも凍らないんだにゃん。ところがこの会社はこれまでは凍らせることが難しかった、かなり濃い塩水を凍らすことに成功。それを雪のようなサラサラした氷や泥のような柔らかい氷にすることが可能になったんだって。この氷を魚介類の冷凍に使うと急速冷凍ができるというわけ。一気に冷やすことで細胞が原型に近い形を保てるから鮮度も高いままになるらしいにゃん。さらに解凍は流水でサッとできるんだって。ちなみに技術的にはお魚以外猫も急速冷凍できちゃうらしいにゃん。にゃびーん。今日も見てくれてありがとにゃん。チャンネル登録よろしくにゃん。